最後に誘導を受けて収まります全馬ゲートの中スタートしました13番ルージュスティリアスタートを決めていますまず2コーナーに向かって3番パーソナルハイ今日は先手を取りましたリードを1馬身です12番モチベーション6番マイシンフォニー内から2番エリカビータダッシュがついて外から14番シンシア・ビッシュが一気に外からかわして先頭 向正面ですが3番パーソナルハイ譲らないかこの2投で向正面に出ました後ろを4馬身に離します3番手に変わりました12番モチベーション2番のエリカビータ5番手追走です13番ルージュ・スティリア今日は先段からこの後ろからは6番マイシンフォニー9番ラスール中段前8番キタサンシュガーが続いていって7番ゴールデンアワー外に15番バンルーラーが続いています中段よりも後ろ10番ホーウオー・バニラこのうち1番のルージュ・エバユです 後方の追走先頭までは中二三馬身あります。一馬身二馬身空いて後方から三投目五番エバーハンティング、四番ストキャスティック、最後方十一番トゥーさんとなっています。1000メーターの通過は1分0秒2と上がっています。三四コーナー中間に向かってここで単独先頭になりました。三番パーソナルハイ残り800。後ろ四馬身離しています。四コーナーに向かうところ。 2番手には14番のシンシアビッシュ並んでいった12番モチベーション23番手追っていきます4コーナーのカーブその後ろ、エリカビータ外に13番ルージュスティリア後位、外目です4コーナーをカーブして直線に向かいました。 先頭は3番パーソナルハイリードを2馬身ぐらいキープ残り400を通過坂を登っていきます、最内に持ち込んでエリカ・ビータ、前進捕虜に上がってくるその外からは12番モチベーションルージュ・スティリア、外に持ち出して9番ラスールさらに外からは15番バンルーラーに10番ホーバニラが追ってくる残り200を切りました、しかし先頭は3番のパーソナルハイが逃げ粘っていますがエリカ・ビータ、さらには14番のシン・シアビッシュが合わせまで追い上げてくる、粘るパーソナルハイエリカ・ビータ、エリカ・ビータが 2番手は接戦3番パーソナルハイ14番シンシアビッシュこの2頭内外離れて23着争い接戦です。